中川製菓さん、中川製菓です。出口は南側です。
小林です。小林です。谷口は稲荷がです。
まだ見えてる。なんかさ、遠くに見えるやつがさ、あれに見える。なんかさ、魚ってるさ、あの、なんかさ、上にこうなってるようなね。なんか段差とかある。お前、段差あるやつ。音はね、なんか音です。全然違う。左がね。ね、こういうとこがいいってさ、急ブレーキ踏んじゃダメ。あの、ブレーキよ。どっかに飛んでいっちゃう。一番前に飛んで。真ん中の車両が一番安全なんだよ。今のプレゼント。わかんない。パパから来た。パパ、そういう時は立ってたらしゃがみなさいって言われた。ね、私のね、いいところにね、いいところパパね、JR の運転士かな、車掌なの。パパも昔車掌になりたかったの。なりたかった。いいか、本当役人、本当役人です。優しくないのか、で、それ働いてたんで、ちょっと女の子したら、やめた。あまり言わないでね。言わないで。誰に？ママに。ママに言わないで。なんで？言うなって言われて。なんでそんなことしたの？曲がってないわよ。曲がってるよ。今何も曲がってない。何やってんだよ。運転してます。ちょっとブレーキ踏んでます。まだ踏まないよ。まだ踏んじゃダメ。あのね、あれをブレーキにしてんだよ。本当役人。ブレーキとかないんだよ。あるの？下踏むのじゃないの。アクセルとかじゃないんだよ。あそこでブレーキとかやる。で、ちょっとずつ動かしていくでしょ。あれをちょっとずつカタ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 って動かして。ブレーキをグッ、あ、それか作動するんやね。あれを押すと動くん、今停止してる。非常ブレーキ改造済みやから。どこ？あの、あそこ危ないと思うから急ブレーキ。非常ブレーキあれば回路、あそこが回路やん。回路、回路、あの理科の回路。理科の回路。あのねえねえ、理科のテスト返された？理科さ、されて返された？どの鑑定？鑑定？小で？小で？鑑定？まだ小で。ありがとうございました。西宮東、秋西宮が出て、方面方面が1号線5号線、大阪方面が3号線4号線、今津方面が5号線へ越しください。来たら、もう、すごくゆっくり来て、この15キロもないでしょ。15メートル。15メートルか。キロでいい。え、何？
そういうことか。ちょっと見ますか。あそこにある。あそこに何かあるよ。あの、行き止まり。